大したもんだ。だから上から目線やめろって。836やけんハンサムさんってこと？え、その数字ありき？わからんけど。浦々島の、13番道路って言ったよね。13番道路はどこ？マリエシティ。ここ？違う、全然違う。え？ 13 番道路って言ったよね。13番道路どれ？なくね？ん？なくね？ 13 番道路やろ？カップの村、ポケモンリーグ、ホテリ山。ん？ん？ないんですけど。え、裏よね。どういうこと？ポケモンリーグ、カップの村。一応なんか、なんやっけ、ここ。え、ここじゃない。12番道路。12番道路はそこにある。13番道路ここ？飛べんや。こっちから行けってことかな。こっちの方が近いんかな。で、とりあえずカップの村に飛んで、そこから歩いていくしかないか。ここの隣？さあ、これで、13番道路はこっちの方向やったよね。こっち側か。あ、ほら、もうあっという間やん。ね、超あっという間やん。え、モーテルってどれ？あれか。お、あったあった、これこれ。こう見たらいろんなとこにあったんやね、モーテルって。よいしょ。到着しました。相変わらず早いな、二人。アイラさん、ご足労ありがとうございます。いえいえ。で、情報は？待っていたぞ、アイラくん。今回もすでに UB の目撃情報を掴んでいます。クチネスさんが情報を提供してくださいました。この島で目撃された UB は、コードネームブラスター。あらゆるものを焼き尽くす凄まじいエネルギーを持つらしい。炎系？しかも目撃された数は一匹ではない。何匹なの？ UB04 ブラスターフォール。つまり一刻の猶予も許されません。私はいつものように市街地の警戒に当たります。アイラさんは現場に向かってください。ハンサムさんは待機しバックアップをお願いします。え、今回何匹か教えてもらえんの？どうしたどうした？大丈夫か？限界のように見えるが、もしよければ今回こそ私が現場に。大丈夫です。私はまだ行けます。私の背中はハンサムさんが守ってくれていますし。了解した、ボス。では私は行ってきます。アイラさんもご分を。正確な数はわからんってこと？無理はするな、ボス。どうか気をつけてくれ。アイナ君にはこれを。今回分のウルトラボールだ。どうもどうも。10個手に入れた。まずはいつもの連絡だ。前回捕獲した UB にデータ解析が終わったそうだ。詳しいことが知りたければ、エーテルパラダイスにあるシークレットラブまで、ビッキーの死を訪ねてくれ。では任務開始だ。何かあれば言ってくれよ。とりあえずもう一回聞いてみようか。UB 情報は？ UB04、コードネーム、ブラスターの情報だ。何でも焼き尽くす凄まじいエネルギーを持つらしい。目撃された現場は次の2カ所。ハイナ砂漠、並びにマリエ庭園。おそらく、裏々島内を移動していると思われる。目撃数は2匹。2匹なんよね。よって今回は2匹の保護が目標になるぞ。なるほど、オッケー。じゃあ、マリエ庭園の方に行ってみようかな。マリエ庭園、マリエ庭園。この辺？マリエ庭園、あったね。あっこやろ？ククイ博士が座っとったとこよね。あんな人がいっぱいおるところにもビーストは現れとんか。結構周りいっぱい人おったよね、あっこ。詰まって入れない。あ、この辺はもう、なんかいっぱいいるんだけど、どうしたのあれ。この橋は人呼んでゴールデンボールブリッジ。5人勝ち抜けば豪華な賞品がもらえる。さて、お前に抜けられるかな。そんなのあったっけ？前までなかったよね。なかったけん
こうして戦いがあるんよね。俺らマリエ庭園をこう呼ぶ。ゴールデンボールガーデンと。5人勝ち抜けば豪華な商品がもらえる。さて、お前に抜けられるかな？やってやろうじゃないか。今私は特殊なポケモンばかり連れているんだぞ。ホープトレーナーのアサトが勝負を仕掛けてきた。これもなんかクリア後にしか現れんとかそういう感じかな。キャタピー？なんでキャタピーで挑んでこようと思った？いや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 、君ホープトレーナーとか言われてるけど、調子に乗ってんじゃないよ。誰も君に期待などしていないよ、きっと。ほら、もう、キャタピーがかわいそうやろ？ちゃちゃと連れて帰ってあげて。うわ、もう一匹ビードルとか。なぜキャタピーとビードルで。よく勝ち抜けのメンバーに選ばれたね。絶対排除されるやろ、そんなの。ねえ。はい、オッケー。一人目楽勝やね。なかなかやるじゃん。いや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 、なかなかやるじゃんとか、なぜ上目線だ。ベストを尽くしたんだ。悔いはない。ベストを尽くすポケモンを間違えている。ん、誰だあれ。二人目は私。これからが本番よ。なんか5人勝ち抜けた先に、仁王立ちしとる人がおることない。ミニスカートのリカが勝負を仕掛けてきた。なんかまた弱いポケモン持ってそうだな。ほら。ほら、来たよ、ポッポ。さあさあ、やってやろうじゃないの。ちょっとさっき捕まえたライトニング使ってみる？何やったっけ？電樹木やっけ？おいし、行くよ。戻れ。ポッポ相手やけん、放電とかでいけるやろ。うわ、やっぱ不気味だな。ね。へ、虹も効いてないよ。おーし、電磁木放電。おー、いいね、一発。効果抜群。電磁木のビーストブースト。何それ。なんか語呂がすごくいいけど。リズムが好き。ビーストブーストやって。ニドランメス。いや、このまんまでいいよ。いや、かわいい。ニドランメスとか相変わらずかわいい。あれは？ニドランメスってなんなの？ウサギなん。なんかその辺いまいちわからんのやけど。よし、オッケー。余裕やね。信じらんない。そんなポケモンで挑んでくる君が信じらんないよ。お、あれはなんか見たことあるぞ。3人目登場。そう簡単にはいかないぜ。めっちゃちっちゃいんだけど。短パン小僧の達郎が勝負を仕掛けてきた。よっしゃ、来いよ。こらった。何、もしかして全員なの？なんかちょっとずつ強くなるんかなって思ったけど、ちょっとずつポケモンが増えるだけで強さは変わらないんじゃないかな。ねえ。よし、行くよ。ルナーラ破壊光線。ドーン。あ、てか今普通に見よったけど。ねえ。元来のコラットやろ。アローラのコラットじゃなかった。おし、ズバッと、やってやろうじゃないか。もう余裕で多分全員一発ずつやろうな。ほら、もう何にも聞いてないから。生きおるなら、破壊光線。バシ。ルナーラってさ、なんか体はでかいけど、目がものすごいクリックリしとるよね。なんかそこがすごい可愛いんやけど。さあ最後は、アーボ。よし、このまま行きます。アーボは悪タイプよね、きっと。おお、威嚇された。攻撃の反動結構長いこと受けとんやね。よし。ナイトバースト。よし、オッケー。急所に当たった。これで全員？ヘロヘロ、もうダメ。諦めるの早いよ。
まあでも3匹でもやられたもんね。ベストを尽くしたんだ。悔いはない。あ、びっくりした。ライドポケモンなんか呼び出そうとしてないよ、私。4人目は私よ。そろそろバテてきたんじゃない？まったく。みんなピンピンしてる上に全然体力減ってないから。ミニスカートのユキが勝負を仕掛けてきた。ポケモンまた2匹に戻ったし。どんどん増えていくってわけでもないんやね。さっきのミニスカートの子と同じやん、出すポケモン。おいし、それじゃあ。破壊光線。シュー。ビビ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 ビ。おいし、オッケー。まあ、急所に当たらんかっても一発やってやろうけど。ね。ほら、一緒やん、また。ニドラン、メス。何？双子？双子ですか？確かに顔は同じやけどね。出すポケモンまで同じとは思ってなかったよ。まさかの。よし、ナイトブースト。ナイトブースト、ナイトバースト、どっちやっけ？ちょっとどっちだかわからんくなった。さっきのビーストブーストで。私も負けたのね。そうよ。現実を受け止めて。ベストを尽くしたんだから悔いはないわ。さあ、こいつで最後だ。キエーイ、5人目。俺が相手だ。さあ、これで5人目なわけやけど、一体何がもらえるんやろうね。ホープトレーナーのシロウが勝負を仕掛けていた。一匹かーい。ってことはめっちゃ強いポケモンとかそういうこと？マンキー。そうでもなかった。そこまででもなかった。よし、行くよ。ルナーラ、ナイトバースト。バーストやったね。あー、今一つの方選んでしまったって思いだったけど、よかった、よかった。最後の一人、あっけないよ。大したもんだ。だから、上から目線やめろって。ベストを尽くしたんだ。悔いはない。さあ、全員やっつけたよ。お見事。5人抜きおめでとう。商品にこれをプレゼントしよう。なになに？アイナはでかい金の玉を手に入れた。ああ、金の玉ってことはあれか、高く売れるんよね。ところで、ここだけの話、ロケット団に入らない？俺たちはポケモンを悪いことに使おうっていうグループだ。入りなよ。入らないの？入ってよ。入れよ。断るって顔してんな。それなら、無理やり入れてやる。うりゃー。マジかよ。そういう、どういう展開？ロケット団だったの？ベテラントレーナーのヤマタが勝負を仕掛けてきた。なるほどね。でもせっかくの金目のものを私に渡しちゃっていいの？めっちゃ私得した気分なんだけど。どうせやっつけちゃうからさ。よし、行くよ。よし。ルナーラ、ナイトバースト。なんか今がどうかはわからんけどさ、ポケモンって最初の方、ロケット団って、アーボとドガース使いよったよね。で、その後何？アーボックに進化して、またドガースに進化したんやっけ。ズバッとこのままでいいです。で、なんか、一時期、ウツボットとかおったよね。なんかよくコジロウが食べられよったような印象があるんやけど。んで、ソーナンスが増えたりとか。ウツボットとか途中からおらんくなったんかな。今のね、てめえ、ほんと強えな。ありがとう。今のロケット団のポケモンがよくわからんけど。ソーナンスは残っとったよね、多分。それだけの腕があれば、ロケット団でも偉くなれるのに、もったいないぜ。なんてな。ロケット団は解散して何年も経っている。今更入れよ、なんて、勧誘も意味ないのな。俺たちは5人抜きの遊びをしているだけなんだぜ。それにしても、ロケット団のボスだった榊様、今は何をなさっているやら。え？うわ、おらんなったし。え、ロケット団解散しとん？いつの間に？どういうこと？え、榊もどこに行ったかわからんの？なんか知らない間にいろんなことが解散してるのか。いやー、なんかすごく感慨深いものが。ね、悲しいね。
なんか出そうにないな。別の草むらに行ってみようか、一応。でも一応さ、このマリエ庭園に入った途端に音楽は変わったけん。ね、なんかちょっと勇ましい音楽になったけん、多分、この辺のどっかにはおるはずなんやけどね。ウルトラビースト出てくれ。ブラスター来い。なかなか出てこんね。最後のビーストやけんかな。それとももっとおるんかな。なんか現れんような気がしてきたんやけど大丈夫？ほら、全然来んけど。せめてなんか新しい捕まえてないポケモンとか出てくれんかな。ねえ。めったにねえポケモンとか。いや、なんか順調に野生ポケモンはやっつけていきようんやけどさ。ね。そうじゃなくってって感じよね。なんか他に。もう一箇所ってどこやったっけ？あ、びっくりした。なんか押した、なんか押した。もう一箇所どこやったんかな？忘れてしまった。とりあえずマリエ庭園って思ってここに来たけん。ほら、全然現れん。一旦二箇所目のところに現れるんかな。そろそろ一匹ぐらい出てきてくれても、よろしくってよ。出てきそうにないね。次んとこちょっと行ってみようか。とりあえず今このマリエ庭園におるけど、ホテリ山地熱発電所。ね、ポケモンセンターに2カ所もあったっけ？いや、なんか全くわからんね。じゃあとりあえずちょっと、一旦戻って、2カ所で目撃されとったよね。ちょっと一旦戻ってハンサムさんに話を聞き直してきます。ほい、来た来た。ちょ、待ってね。乗る乗る。ハンサムさん。ボスは無事かな？ボスは無事だろうか。はい、到着。ハンサムさん、ただいま。ちょっともう一回情報を教えてください。ハイナ砂漠とマリエ庭園。ハイナ砂漠、ハイナ砂漠。ハイナ砂漠に行ってみよう。もう大丈夫です。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。